はい、皆さんこんにちは。ダイビングインストラクターのシュウです。今日も熱烈先生のダイビング講座始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、ナイトロックスについてのお話をしていきたいと思います。わからない人も多いと思うんですけども、正式名はですね、エンリッチドエアナイトロックスって言って、通常のスキューバタンクよりも酸素濃度を高くしたタンクのお話です。で、わからない方にわかりやすくですね、説明していくこととともに、ベテランの方でも少し誤解を生じている部分っていうのもあると思いますので、しっかりとしたお話を聞いていただければ、このナイトロックスの理解をできるんじゃないかなと思ってます。はい、今日の概要です。まずナイトロックスとはというお話から入っていって、次ナイトロックスのメリットとデメリット、そして3つ目、どんな時に有効的なのかっていうお話で進めていきたいと思います。はい、じゃあ早速ですけども、ナイトロックスとはというところのお話から入っていきたいと思います。通常スキューバータンクに詰まっている気体というのは、通常のこういうところにある空気をコンプレッサーっていう機械を使ってぐわーっと圧縮して詰めているのが、通常我々が使っているスキューバータンクです。で、そのスキューバータンクを使うことによって生じる減圧症、窒素が体に溜まっていく割合、この辺を極力少なくしていこうということで、できてきたのがナイトロックスタンクというものです。で、どういうことかっていうと、通常の空気っていうのは酸素濃度が 21% で、まあ、窒素がだいたい 78% で、その他の気体というような形で構成されているんですけども、その酸素濃度をグッと上げることによって、窒素濃度を低くして体内に溜まる窒素量を少なくしていきましょうというようなものがナイトロックスタンクで、ナイトロックス、ナイトロックスって呼ばれることもあると思うんですけども、エンリッチ、エンリッチって呼ぶ人もいると思います。まあ、どちらでも正解だと思います。で、どんなタンクかっていうと、タンクのちょっと写真こちらに載せますけども、タンクの周囲に緑と黄色のラベルが貼ってあるようなタンクになります。で、そちらのパーセンテージってどういうのがあるかっていうと、まあ、たくさん作ることはできるんですけども、基本的には日本ではだいたい2種類になってます。21% の酸素濃度のものを 32% まで引き上げたもの、また 36% まで引き上げたもの、おのずと窒素は 78% から 67% とかで、こっちでいくと 63% とか 4% で、窒素濃度が下がっていく、酸素濃度が上がっていくという、こういったタンクのことをナイトロックスタンクと言います。で、通常のタンクと違いますので、一緒にタンク置き場に並んでいたとしても、こちらのタンクに関してはしっかりとした勉強を行ってから扱うことが必要になってくるので、ナイトロックスの使用するためにはスペシャリティっていう資格を取って、カード資格がないと利用ができませんので、その辺だけご注意ください。じゃあ何がメリットと何がデメリットなのかっていうお話です。まずはメリットです。ナイトロックスっていうのは酸素濃度を上げることによっていくつかのメリットがあります。で、一番最大限のメリットっていうのは減圧症の予防です。窒素濃度を下げますので、体にたまる窒素を、極力減らすことができる。ですので、おのずと窒素が巻き起こす潜水障害である減圧症っていうことを予防することができます。それから無減圧限界の延長、ちょっと難しい書き方してますけども、要はある程度の中の水深にダイビングが入った時に、この時にあと何メートルいられますよ。ちょっと前の講座で NDL っていう講座をしたかと思うんですけども、この水深に我々はあと何分いられますかっていうような数字がコンピューターで我々に提供されます。そこが通常の空気よりもはるかに伸びます。ですので水中に滞在できる時間も非常に長くなってくるというようなメリットがあります。それから3つ目、水面休息時間の短縮。要は1本潜った後に1時間休んで2本潜って、また1時間休んで3本潜ってってやるんですけども、回数を潜れば潜るほどその水面休息時間っていうのは非常に長く取らないと、その次のダイビングは同じ水深に入っていたとしても非常に短い時間しか入れなくなってきます。ですけども、このナイトロックスを使用することによって酸素濃度が高く体の中で働きますので、水面休息の時間をある程度ショートにしたとしても体への影響っていうのがそれほど大きくならない、このようなメリットがあります。じゃあデメリットって何かっていうと、デメリットの一番高いデメリットは水深の規制が出てきます。通常のレクリエーショナルのダイビングでは 40m が最大水深ですよっていうことで教わっていると思うんですけども、ナイトロックスの 32%、36% っていうのを使うと、今度は酸素中毒の問題が起こってくるんですね。で、その場合に水深規制っていうのが出てきます。ちょっとこちらで図を描いたんですけども、
まあ少し物理的な話で分かりづらい人もいるかと思うんですけども、単純に最大通信がどれぐらいなのかっていうのが最終的に分かってくれればいいです。でそれをどんな理論で出していくかっていうと、通常我々の体の中に炭素分圧が 1.4% を超えてくると体内の中で酸素中毒を引き起こす可能性がありますよっていうことは言われています。ですので分圧っていうのは圧力に比例して上がっていきますので、10メートルだと2気圧、20メートル3気圧、30メートル4気圧、これは 何かっていうと空気の重さと水の重さ、体に関わってくる重さが気圧として、1気圧、2気圧、3気圧、4気圧、10メートルごとに1気圧ずつ上がっていきます。それに応じて例えば 20% 要は空気ですよね。通常の空気の場合は分圧は0メートルで 20% ですから 0.2 です。10メートルだと圧力が2倍になりますので 0.4 になります。20メートルで3倍ですから 0.6 になります。30メートルで4倍ですから 0.8 になります。このように分圧が圧力と比例して増えていくわけですね。でその数値が 1.4、 この分圧が 1.4 になるところが酸素中毒の限界値ですよと言われています。ですので通常のタンクを背負ってこの分圧が 1.4 になる水深というのは56メートルです。56メートル。なので空気を背負ったレクレーショナルのダイビングでは40メートルが限界ですので、56メートルに達していないわけですから酸素中毒を引き起こす可能性というのはほとんどない。たまに大深度潜水みたいなので通常のタンクを背負ってレクレーションの40メートルを超えていくような人いらっしゃいますけども、今度これ酸素中毒の問題が出てきます。窒素の問題じゃなくて。ですのでコンピューターを守ってるからコンピューター減圧を消したからいいという問題じゃなくて、酸素中毒水中で起こすと一撃アウトです。ですので非常に危険ですので水深規制はしっかりと守った方がいいです。じゃあ 32% のナイトロックスタンクを使ったとします。そうするとどうなっていくかっていうと、 0m 1気圧の時は 0.32 ですよね。 32% ですから。で 10m では倍になります。 0.64。 20m は3倍になって 0.96。 30m では4倍になって 1.28。 これが 1.40 になるとこの水深は 33m になります。ですのでナイトロックス 32% っていうタンクを使った時には水深、最大水深が 33m なんです。レクレーショナルの 40m までもう行っちゃいけなくなるんですね。じゃあもっと濃度が高い 36% を使ったとすると、今の理論で 0m では 0.36 です。 10m では2倍の 0.72 です。 20m では3倍の 1.08 です。じゃあ 1.40 になるのはっていうと 28m なんです。通常ディープダイビングで我々のレクレーショナルはディープっていうのは18メートルから30メートルまでのディープダイビングっていうのを講習でやったりすると思うんですけども、もうその時点でナイトロックスを使っていたらその水深まで行けないっていうことなんですね。 36% のナイトロックスを使った時にはもう28メートルが限界になってきますよ。ですのでその辺を知らないでナイトロックス、あこれ体にいいから深い潜水でも大丈夫なんだっていうのは間違った知識が一番危ないです。深い潜水には最も向いていないと、デメリットです。水深は、深い水深には向いていないです。酸素中毒の問題があるからです。それからもう一点デメリットとして挙げられるのは特殊機材って書いてあるんですけども、通常我々が使ってるダイビング機材ってナイトロックスに全部利用できるかっていうとメーカーはそうは推奨していないです。ナイトロックス対応のものを発売してますのでそちらは問題なく使えますけども、なぜかっていうと酸素濃度が上がりますので酸化が早いわけですよね。要は錆びつきやすい。ですのでレギュレーターのファーストステージとかで異変が起こったりとかそういうことの保証ができませんよって各メーカー通常のレギュレーターだと歌っています。ですので普通のレギュレーターでそのまんまナイトロックスタンク使っていると確実に安全かっていうことが言い切れなくなってしまう。ですのでその辺がデメリットになってきます。かといってナイトロックス使うときだけ別のレギュレーター用意したりとかってできないですので、まあ、ほとんどの方通常の機材で行っていると思うんですけども、まあ、そういったリスクも少し抱えているよということは覚えておいた方がいいと思います。じゃあどんな時とかどんな人に有効なのかっていうと、まずよく海外のダイビングで、海外ってナイトロックスたくさん置かれてると思うんですけども、海外のダイビングなんかの場合は特に飛行機搭乗の前、これ沖縄でも同じですけど飛行機搭乗が近い場合なんかではナイトロックスを使うと非常に有効です。高い気圧に上がった時にまた減圧症のリスクが高くなりますのでそこを防いでいくと。それから2つ目、反復潜水が多い人、まあこれはプロなんかもそうですよね。プロのガイドなんかも何回も何回も潜ります。1日4ダイブ5ダイブする人もいるかもしれないです。
あとは無制限ダイブ、海外なんかでビーチで無制限でタンクだけ借りて潜れるようなスポットとか、そういうようなところでは非常にメリットが高い。何度も反復していっても非常に窒素が溜まりづらい、酸素濃度が高いことに。それから、まあ、水深20メートルとか25メートルぐらいである程度長くいたい人、まあ、作業ダイバーなんかもそうかもしれないですけども、どっちかというと例えばレジャーで行くと水中写真で20メートルぐらいの生物を粘りたいんだよな。通常のタンクで20メートル25メートル粘ってると結構あっという間に減圧が出たりします。ですのでそういった意味では、水深20メートルぐらいで粘りたい人なんかにはすごいメリットがあるかな。あとはよくいらっしゃいますけど、ダイビング終わった後にいつも酸欠を起こして頭がガンガンする人、この人にも非常に有効的です。要は酸素濃度高いですので酸欠が起こりづらくなってきます。でこういうこと、こんなような人にすごくナイトロックスっていうのはメリットがあるんですよね。ですので総合的にいくとナイトロックスっていうのは非常に体に減圧症が起こりづらくって、それから体のだるさ、伊豆半島なんか潜ってる人なんか箱根を越えていきますので、その箱根越えの時なんかでも非常に有効的です。体に溜まる窒素が少なくなりますから体のだるさも少なくなりますし、から頭痛とか言ってさっきあったような酸欠状態のものも少なくなっています。ただしデメリットもたくさんありますよと、水深の規制とか機材的なこと、この辺も覚えておかなきゃいけない。でナイトロックスっていうのは最初に言いましたけども、特殊な講習を受けて行わなければならないです。またタンクの濃度、酸素濃度を測ったりとかですね、そういうことも必要になってきます。で、まあ、こういうことを総称すると、僕なんか多良間島でやっていると、多良間島なんかめちゃくちゃあったらいいじゃないかと。離島ですので飛行機搭乗も近い時間になってきますし、それから反復潜水ポイントが近いですから、結構反復潜水というか水面休息を短い形で潜ることも多いですし、ここから水深たらま比較的浅いです。ですのでそんなようなことをするとすごいナイトロックスっていうのは有効的なので、僕も導入を考えたことがあるんですけども、実際見積もりとかまで取ってやったことあるんですけど、まあちょっとこれは個人的なお店の話だけど、非常にコストが高い。ですので昔はタンク1本につきナイトロックスを使うときは1000円かかりますよとか、そうすると1本ずつのタンクによって回収ができていくので、施設投資をしたとしてもある程度賄えていたんです。でも今はなかなか本当にスペシャリティのコースをやるぐらいでタンク1本につきいくらっていうのはほとんど取れないです。なんでかっていうと、普通のタンクで潜れるのに1本1000円かけてナイトロックスを使うっていうところまでやる人っていうのは現状少ないんですよね。ですので日本ではそこまであんまり普及していないっていう現状があります。でナイトロックスを入れてるショップっていうのは、これはもう企業努力だと思います。単純にお客様に対して企業が施設として還元していく、この企業努力で一生懸命このナイトロックスっていうのを導入しているようなお店もたくさんあります。いずれは僕のところも入れたいなっていうような希望はあるんですけども、その話は別として、ナイトロックスっていうのは非常にこういったメリットがあるようなものです。で皆さん減圧症に関して疎い方もいらっしゃると思うんですけども、ダイビングっていうのは体に窒素が溜まることによって非常に体内に巻き起こす影響っていうのは大きいです。一度減圧症なんかになってしまうと本当に次のダイビングなんてできなくなってしまいます。再発が多くなってくる可能性っていうのもありますので、この辺をしっかりと認識してですね、ダイビングのルールを守ったり、またこうやってナイトロックスっていう有効的な手段を使ったりしながらですね、的確な知識を持ってやっていくことがいいんじゃないかなと思います。詳しく知りたい方はナイトロックスのスペシャリティを受講してみてください。こんな感じで今日はですね、ちょっと最近流行っているエンリッチドエアーナイトロックスっていうものについてのお話でした。わからない方はどんなものかっていうのがイメージがついたかと思うんですけども、また分かっている方はですね、使う際に間違った情報を頭に入れないように的確な知識で使ってみてください。じゃあまた皆さん安全な潜水をしていきましょう。今日の熱烈先生のダイビング講座、これにて終わりにしたいと思います。今日もありがとうございました。また次回。